一気チャンネル。みなさん、こんにちは。声優の一気千尋です。ハッピーバレンタイン。今日はバレンタイン企画ということで、この後いろんなバレンタインにちなんだ動画、ちなんでないのもあるけど、いっぱい動画が上がるので楽しみにしていてくださいね。これは1個目の動画ということで、改めて私一気千尋の自己紹介をしたいと思います。名前は一気千尋です。ずっと名乗ってるから知ってるかな。はじめましての方はどうぞよろしくお願いします。このチャンネルでは ASMR の動画をメインに投稿しています。 ASMR 友達から聞いて好きになっていって、作業中とか寝る前とかリラックス用に使っています。最近はね、タッピングの動画がやっぱり好きでよく見ます。女の子のコスメタッピングとか爪も可愛くて結構好きだなと思っていろいろ見ています。普段は声優としてしています。出演作品はワールドトリガーの月見蓮さんと日浦茜ちゃんの役をやっています。それからボルト、ナルトの続編ですね、息子の話なんですけど、同級生の雷も天気くんという男の子の役もやらせてもらっています。あとは朝のYouTube にね、動画が上がってたりするので、よかったら見てくれると嬉しいです。3分って意外と短いですね。普段の活動はそういうことをやっています。これからもっともっと活躍して、みんなにも見てもらえるように頑張りたいなと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします。ASMR はみんなにリラックスと癒しを届けられたらなと思いながら動画を作っています。ぜひよろしくお願いします。
おいしい。なんかね、アーモンドが入っててなんかね、中にサクサクしてるやつが入ってて、
チョコ。
じゃあ。
明日もいいことがありますように。おやすみ。
くり、ゆっくり目を閉じて、お布団やベッドに横になって、朝までぐっすり眠れますように。明日も楽しく過ごせますように。おやすみなさい。みんなにちょっとでもいい音の詰め合わせ。